はい、8時24分、ひまちゃんを起こしていきたいと思います。じゃーん。あ、ここはなんで床。ひのちゃんがおしっこしちゃいました。今洗濯中。そして今こちらには昨日拭き掃除をしましたっていうところで起こしていきたいと思います。おはよう、ひまちゃん。はい、夏休み一日ルーティーンやっていきまーす。ひまちゃんおはよう。はい、今日気合いで起きるって言ってたでしょ。ひまちゃん、じゃあ今からちょっと秘密兵器、あ、じゃあちょっと秘密兵器を出したいと思います。少々お待ちを。はい、お待たせいたしました。こちらアロマさんでございます。秘密兵器。ピノさんはまだ爆睡中です。よいしょ。はい、ひまちゃん、おはようおはよう。はい、ひまちゃん、はい、うん、近い近い、はい、近い近い、はい。アロちゃん、アロちゃん、久々ですね、一日ルーティーン。はい、昨日2時半に寝た。2時半、1時間から読んでた。今日は夏休み一日ルーティーンやっていきます。はい、ってことで今とりあえずクーラーつけますということで、ですね、皆さん今日の計画と言いますと、あのね、今日は本当はボイトレがある予定だったんですけど、今日オリンピックの開会式なんですね。なので結構あそこらボイトレのスタジオらへんが混みそうなので、ちょっと危ないので今日はやめようと思って、今日はなくなりましたので、今日はもうそのリモート授業以外そんなに予定がないので家でぐだーっとしたいと思います。昨日夏休みの宿題1ミリもやってないんですよ。もうあの 0.1 ミリまでよ。だからそれもやりたいと思います。 Vlog 風、とりあえず今日の服を選んでいきます。この鏡汚いんだよね、ちょっとほこりで。後で洗う服を。で、制服とかあるからこっちだけ写すのは今日本当に楽ちんな格好いいから、スウェットした。もうね、あ、やば、きつないね。これ昨日ね、ピノちゃんがおしっこしたんですよ。チロチロチロって歩きながらだから、ないです。どうしよう。T シャツがいいから、悩む。わ、何？あ、あだ？着替えたの？うん、耳が。あ、私も今日それこっかな。あ、これじゃあ後でね。で、今先に一回散歩行ってくるから、耳が、はい、で行ってきます。私の今日の方ではこちら、もうママとほぼ一緒やないかいこんな感じです。もうボイトレ行くときもこういう感じの服装なんですけど、それぐらい楽ということです。なんか汚いよ。バイバーイ。はい、バイバーイ。で、準備してね。携帯と本だけ持っていきます。あ、ペロちゃん、おはよう。おはよう。明日から私も行くよ。はい、よろしくね。とりあえず朝の髪の毛準備していきます。はい、ということで今から髪を結んでいきたいと思います。今日はもうメイクとかはしないのでリモート授業の時とかはしたくないというか、ちょっと大変なのでメイクするのが。とりあえずメイクはしません。とりあえず適当にポニーテールしていきます。よいしょ。でもこうやってね、引っ張りすぎてもあんまりよろしくないらしいですね、髪にはね。なんか今日はちょうど髪がストレートだったんで、このままでいきたいと思います。 OKここがね、いつもね、音当たってここだけ毛がボコってなっちゃうの。それが嫌だから今だけ
クリップで止めてます。今日学校帰りで、あ、ごめん、大丈夫？めっちゃ今ガーンって言ってるね。で、学校ケープ禁止なのであれなんですけど、家だと今日学校ないので、もうガンガンにケープ固めてます。櫛を洗っていきます。今からこれをつけていきます。 OK。 一杯お水を飲みます。逆光だね。こうすればいいのかな。ああ。オッケーオッケー。飲んだ飲んだ。あっ。よし。危ない。え？ネギ長ー。皆さん今 TikTok 毎日投稿してるんで、ぜひ見てください。夏休みって言っても夏休み終わるの誰もなんかみんな違うからさ、いつまでにしようかなって悩んでます。はい、ってことで今からですね、今時刻が9時3分なんですけど、10時から授業なので、まあ20分間ぐらいママが帰ってくるまでこの本を読みたいと思います。はい、現在の時刻9時30分です。はい、今ね本読んでたんですけど、マジ面白すぎてもうやばいです。はい、ということで朝ごはんです。見てください。食パンとバターですね、これは。でキウイとプラムとちょっとシロップ漬けママがしたらしいです。とあとトマトとブロッコリーです。いただきます。いや見て見て、セーフね。アウトだよ。いただきます。ちょっとごめんなさい、お湯が悪くて。うんうん、食パンね、これさ耳の部分だから美味しいって言ってたね。うん、食パンはふわもちが好きです。まあ、10時からオンライン授業なんて、まああと30分ぐらいあるんでゆったり過ごします。はい、ってことでオンライン授業を受けていきます。これ英会話ではないです。普通にオンライン授業。私夏期講習というものがないので、多分みんな塾行ってる子はね、みんな、あー夏期講習やだ夏期講習やだって言ってるんだけど、私はないんですよ夏期講習が。あー最悪。イヤホン充電するの忘れたんでこれやります。で、なんか英語部なんですけど、なぜか英語部の宿題があるんです。なんか変なのしちゃったよ。私本当にわかんないんだけど、何これ。で、英語部の宿題があるんです。それがマジでわかんないので、ちょっと教えてもらいます。そんなこんなで、よし。はい、じゃあもう準備ができたので、今からオンライン授業やっていきます。受けてきます。チュー。はい、今オンライン授業が終わりました。今日は全部歴史でした。ずっと歴史をやって、なんかアヘン戦争とか南京条約とか、なんかそこら辺を教えてもらったんですけど、めっちゃ理解できました。よかったです。もうね、本当に分かってなかったから、そこら辺もうめっちゃ感謝です。ありがとうございます。ですね、うわ、今の時刻が12時7分なんですけど、昨日勉強してなさすぎて、マジで今日宿題をね早く終わらせないとやばいんですよ本当に。なので、まあ日は上でやっていきたいんですけど、とりあえず休憩します。最近毎日投稿、 TikTok をね毎日投稿してるんですよ。なので今から TikTok をアップしていきたいと思います。どうしようかな。でもね、下書きがねめっちゃあるんだけど、アップできるのは全然ないので、今日これアップします。てか一つだけ言わせて、みんな、なんかさ、このライトが、照明がさオレンジだから肌がすごいなんかオレンジに見える。ではアップします。できた。いいね、すごい。音楽見てるやん、まんざらでもない顔してるやん。よし、アップできたので、これで毎日投稿は OK ですね。じゃあ今から休憩します。
さっきね、ちょっと暇でね、オンライン、まあ暇じゃないんだけど、オンライン授業。真面目に受けてるんですよ。真面目に受けてるんですけど、なんかよくわかんないけど、こんなことしてました。はい、本を読んでました。今からお昼ご飯です。じゃん。さっき朝ごはん食べてなかった？寒い。だね、玄米と野菜炒めとお味噌汁とプチトマトです。じゃあいただきます。最近はドレッシングじゃなくてこうやって元から味がついてるのが好きです。野菜はサラダじゃなくて野菜炒めってことなんじゃないですか？そういうことでしょ。なんですか？味付けっていうか、うん。午後の予定は、あの夏休みの宿題をね、さっさと終わらせないと。あとあの動画の企画でちょっと一回外出しなきゃいけないんですよ。あれを出しに行かなきゃいけないんで。ひまひまさん何されてるんですか？さっきから本ばっか読んでます。あと100ページぐらいです。じゃあもう読み終わってから夏休みの宿題をやる。あ、そうなんだ。でその後にちょっとさっき言ってた出しに行かなきゃいけないものの前に、ああ寝よう。なんで寝てるんですか？ひまひまさんなんで寝てるんですか？起きちゃいます。でまあ今日一本動画撮るんですけど、まあその前半みたいな感じで撮るんですよ今日は。なのでオープニングと行く前にちょっと家で撮ってから行きたいと思います。はい、本読む。じゃあ読み終わったらまた言ってね。うん、はい、じゃあ読んでください。はい、というわけで今本を全部読み終わりました。超人気アイドルは無自覚女子を溺愛中。まあ、サイ&コーの作品でした。で今の時刻は2時5分なんですけど、私はもう本当に最高という気持ちに浸ってるわけなんですけど、マジで本当にこういう恋をしたい、ああもう早く大好きという願望に包まれました。今から宿題をしていくんですけど、あとなんかね、まあ、本当に多いのよ宿題が。本当に終わりますかっていうレベルにあるの。まあ、とりあえず数学と英語、なんかすぐにできるものをやろうかなと思ってて、まあ、こういう感じのプリント、こうやってね漢字練習のプリントがいっぱいあって、でこれこの面が8面、これ全部8面やるんですよ。これを国語は大変なんで頑張りたいと思います。じゃあ1時間ぐらい数学と英語をやります。さっき宿題やるって言ってたんですけど、今 TikTok 撮ってます。すいません、笑っちゃった。 TikTok 撮ってるんですけど、だから変な格好でごめんなさい。こんな後ろにリュック2個も突っ込んであるけど気にしないでください。ここが見えればいいから、リュックインリュックになってるの気にしないで。じゃあこれ撮ります。まだ宿題はしてません。いいんじゃない？わかんないけど、メイクしてないし、まあ、これはちょっとずつ編集していくんですけど、とりあえず動画の元は撮れたので OK。 皆さんぜひ TikTok 見てください。今2時半です。なのでもう頑張ろう、勉強しよう。はい、現在の時刻がですね2時37分です。これ1分早いんで、もううちの時計全部なんかもう合ってるものない説。これを食べます、今から。カルピスのアイスですね。おいしい。あ、細かい。勉強しようね。勉強勉強。乗った。ああ、止めたかった。アイスのせいで。数学と英語のワークがあるんですよ。なんで、それをとりあえず解いて、もう今日中に数学を終わらせたい。ちょっと急に終わらせます。めっちゃいい顔する？めっちゃ前のとこだもんだって。連立方程式とか。頭痛い。どうしよう。頭痛い。そんなコーナーでやっていきます。もう家バレしちゃおう、家バレ。もう家バレしちゃおう。
オリンピックの開会式ということで。応援してる、応援してる、応援してる。あ、じゃあいい。ちょうだい。なになになに。